皆さんこんにちは。ここからは GT スポーツ、スーパー GT スペシャルラウンド富士 150km レースの模様をお届けしてまいります。で今日は私の GT スペックでお送りしてまいります。さあいい天気となりました。富士スピードウェイでこれから14台のマシンによるスペシャルラウンドが開かれるということになります。GT500 は全7台、GT300 クラスも全7台、合計14台でのバトルとなっていきます。さあそれではね、これから国歌の演奏があります。GT スポーツスペシャルラウンドスーパー GT2020、富士 150km レースの開会が宣言されて、まもなくレースが始まっていきます。さあまずは GT500 クラスが動いていきます。さあこれから33周のドラマが始まっていきます。さあスターティンググリッドを紹介していきましょう。まずはカーナンバー3クラフトモチュール GTR のコバがポールポジションを取りました。それから2番手スタート西野はコーズ、 OCR ルーキースープラとなります。そして3番手スタートがカーナンバー100番レイブリック NSX、 そして4番手スタートがアハヤテミラーのカーナンバー17景品 NSX です。そしてカーナンバー38ゼントセルモスープラ、こちらは元 GT、 そしてアズレの8号車 ANTANSX、 そして最後尾カラソニックインパル、カラソニックマレリ GTR ですね、カラソニック GTR です。村行この7台による、バトルです。それからですねミディアムタイヤ、今回ゲームタイヤとなっているミディアムタイヤですが、元 GT と村行がミディアムタイヤを履いているということです。さあそれから GT300 クラスはリアライズコンポレーション、失礼しました、リアライズ GTR ですね、ミニ四駆選手のリアライズ GTR です。近藤という名前はちょっとね控えておきます。近藤レジンという名前も控えさせていただきます。それから2番手には244号車テーベロ、それからカーナンバー61 BRZが3番手スタートユータ、4番手スタートは交番のゲイナータナックス GTR、それから5番手スタートはメモリアの初音ミク AMD GT3、 そして雪見の25号車、それから52号車グリーンブレイブ埼玉トヨペットということになります。さあ GT500 クラス間もなくスタートが切られます。富士山のふもとで行われるこのレース、2列の隊列のまま今スロットルが全開になりました。今スタートちょっと遅れたのは西か。さあ西がすごく遅れましたが、2番手には景品が上がるがちょっとスピンがありましたか。3番手レイブリック狙っていきます。さあその後方ではGT300 クラスのスタートが間もなく切られようとしております。こちらは日本車外車入り混じるこの GT300 クラス、今スタートが切られていく。リアライズ GTR がまずは先頭を切っていくが、2番手スタートのテヘペロも悪くない、61号車とサイドバイサイド、しかしここは61号車3番手下がる。
コーバンが4番手。こちらはそんなに変動がなくスタートしていたようです。さあ、GT500 クラスはもう入り乱れている。2番手にレイブリックが上がってくる。パルスが上がってきました。そしてアズールが3番手、4番手にはハヤテミラー。こちらは2位、3位、4位が NSX となっている。その後ろからは元 GT、ミディアムタイヤセンターの元 GT。西はこれは大失敗スタート。それから村行きはソフトタイヤでした。失礼いたしました。さあ、ストレート帰ってきて、まず1ラップ目は、コーバーのカルス、失礼、クラフトモチュール GTR が、まずは先頭で帰ってきました。さあ3番手争いですが、ハヤテミラーとアズーレ、景品と LTA、 さあバチバチのブリヂストンと NSX の組み合わせ、当たりながらサイドバイサイド。1コーナーちょっと止まりきれなかったか、ハヤテミラーオーバーラン、ちょっと押し出されたように見えましたが、これで順位を大きく下げていくハヤテミラー。これで7番手、一気にポジションダウン。300クラスはこの2台の一騎打ち。244号車 VS56 号車、日本車同士の争いです。日産 VS レクサス、サイドバイサイド、チキンレースはどっちが勝つんだ。富士の1コーナー、 TGR コーナーではテヘペロが前、しかしクロスラインちょっと失敗した。失敗してミニ四駆が2番手交代、トップがテヘペロに変わりました。そして3番手がメモリア、カーナンバー4、初音ミク AMG GT3。 4番手には61号車が上がってきました。それからこちら後ろ3台4、5位、6位、7位、5番手争いが3台のパックとなっております。さあ3番手争い、表彰台争いです。4号車と61号車並びそうだ。ダンロップタイヤが発動し始めたのか、なんとここで前出ていく BRZ。 あーちょっと立ち上がりが失敗した、立ち上がり失敗した。安定感のある AMG がこれ攻め立てていく。13コーナーではここは守っていきます。しかし、あーでも GR スープラーコーナー、やはりここの第3セクターはスバルの得意セクション。しかしストレートになるとどうでしょうか。これが一気に形勢逆転するかどうか。スリップストリームについている初音ミク AMD4 号車メモリアが、さあ距離を縮めてきました。富士 1.5 キロのストレート、世界に誇る 1.5 キロのストレート、スリップストリームがよく効くこのストレートで横に並びかけるアウト側から初音ミク、ここはいけない、並びかけるまでは行きましたがここはいけません。61号車が守っていく。3番手取り戻しました。さあそれから GT500 クラスのトップ争い、レイウィック VS クラフト GTR。 それから3番手から後ろ、さあ5番手争いになりましょうか。さあハザードを叩きながらごめんなさいの合図、ちょっと当たっていく村行き。こちらは3メーカーによるバトル、景品とカルソニック、それからワコーズ。さあスープラのストレートスピードは速いかどうなのか。さあ横に並びかける、そして2台のスリップを使えるのはクラ、GTR ですが、 GTR やはり2020年シーズンも GT スポーツでもそうなのか、ストレートがあまり伸びません。おーっと接触、あーっとハーフスピンをしてしまったのはカルソニックインパル GTR。 あ、またインパルって言ってしまいましたね、マネリ GTR に、カルソニック GTR ですね、失礼いたしました。さあトップ争いは1秒切ってきまして、コンマ8秒の差。アズーレが3番手、マコーズがちょっと順位を大きく下げております。さあそれから GT300 のトップ争いですが、こちらはミニがプレッシャーをかけていく、抜くまでには至りません。さあ5番手争い、52号車、25号車、11号車、
ポルシェ VS トヨタ VS 日産スープラとポルシェと GTR の争いになります。2020シーズンからね、このスープラになりました52号車ですが、富士ではめっぽう強いこの52号車。しかしグランツーリスモスポーツの舞台では、そのですね、BOP 的にも苦しいのか、ちょっとペースが上がってきません。52号車、埼玉トヨペットグリーンブレイブスープラ、前には昨シーズンまでマザーシャシーの86でですね走っていたホッピー、まあ2020シーズンからポルシェになりました。そのホッピーが前にいます。その後ろからは2015年チャンピオンのゲイナー。さあこのストレート、やはりスープラ伸びていく、スープラが伸びていく、スープラが伸びていく、スリップスリム突き直してアウト側に振っていく、ブレーキング勝負、チキンレースはどちらが勝つのか、ちょっと止まりきれない、クロスライン狙っていく、狙っていきます、並んだままサイドバイサイド、コカ・コーラコーナーに入っていく、このままコカ・コーラコーナー、しかしインはホッピー、大外刈りを決めていく、スープラが前に出るのか、 100R でここで52号車が前に出る、ようやく壁を突破いたしました。杉がですねアグレッシブな走りを見せています。さあその後ろではちょっと当たったように見えましたが、25号車と11号車、こちらの後方戦、ダンロップコーナー進入では並べるでしょうか。11号車、ここはインを牽制していく25号車、おーインついていくか、52号車のインをついていくのか、ここはいけません。さあ GT500 クラス、こちらは結構等間隔のレースになってきました。4位と5位、こちらの間隔がコンマ6秒差です。14号車と38号車、ゼントとワコーズ、まあほぼほぼチーム同士とも言っていいでしょうが、ちょっとブレーキング止まりきれなかった。これで1秒3まで広がってしまいました。それからトップ争いもですね1秒8まで広がってしまいました。さあそれから300クラスもトップ離れました。さあ3番手争いが近いですね、ユータ選手とメモリア選手。さあ5番手争い、 GT300 クラス3ワイド、3ワイドに抜け出すのは GTR の11号車レイナー、しかしここでインから2台がクロスラインを取っていく、止まりきれなかった。しかし雪見がまた前ですね。さあここに GT500 クラスが来るとなると結構面白い展開になるのではないでしょうか。 100R もちょっとですね砂ぼこりを上げています。さあ3番手争いもですねこちらいいですね、危ないよ、危ないです。おっとこの後ろから、後ろからクラフト GTR が来た、これはストレートでいけるかもしれません。コバこれで詰まってしまうのか、詰まってしまうのか、アウトが、ちょうどラインがかぶってしまったゲイナーと、さあうまく抜いていきたい、これを、危ない。さあ52号車が今ふらつきましたが、イン側、おー当たる寸前、危なかった。さあここにレイブリックが近づいていく、さあこちらまたスープラ同士が近づいてきました。さあこれ全とピット入るかな、ミディアムタイヤ選択の38号車がピットに入っていきます。ピットにマシンを向けて、ミディアムタイヤから何タイヤになれるのか、
ソフトですよね、今回のゲームタイヤはミディアムタイヤ、タイヤ4倍ですからちょっときついかもしれません。ザソフトで 82% の燃料を入れていきました。おお、さあそれからハヤテミラーと村池が並んでいる。サイドバイサイド、景品とカルソニックが並んでいる。こちらをハヤテミラーが守る。景品 NSX、 さあこちら ARTA はこの集団に入り込みました。今当たる寸前。さあアウト側に行かせてね、ここは譲っていきます。さあこちらのホッピーも抜いていきたい。ちょっと詰まってしまったが、ここはあんまりロスなく抜いていけることができるか。ラインがかぶってしまった。ちょっと今のは厳しかったところがありますね。さあ西がこの集団に入っていく。その後ろ5番手争いですね、ハヤテミラーと村行き。さあ GT500 クラス青い車同士の争いですが、入る入る。さあこちら、あ、同時ピットインです。カラソニック、それから景品、元 GT はアンダーカット成功。順調にマシンを抜かすことができました。ミディアムです。ミディアムで、満タン、フル満タン。それからハヤテミラーはもう一スティントソフト。危ない、あー危ない。3号車、さあこの隙を狙って56号車が抜いていけるか。さあレイブリックも来てますからね。その後ろが61号車。さあテヘペロとミニ四駆、その後ろからユータとですねメモリアが来ました。2秒5の差です。これレイブリックはそのまま抜いていけます。さあこちらの56号車と244号車1コーナーブレーキング勝負。こちらはリアライズは後ろに下がったまま。さあ3番手上がったのはメモリアだ。大外刈りを決めていきました。あ、これリプレイ反応しないのか。リプレイ見れません。こちらもですね、ちょっと、先ほどよりかは間が空いてしまいました。後ろから ART が来ている。ここはミニ四駆は無駄なく譲っていきました。ここパナソニックコーナー、ワイン側から行きます、行きます。危ない。さあパルスがピットインです。それから8号車もピットイン。それから14号車もピットインです。パルスはミディアムタイヤ変更。それからズーレは 8号車ソフトタイヤ。元 GT が前ですね、こちら。さあハヤテミラーの前に出られるかどうか。14号車ハヤテミラーの前で戻りましたが、まだコールドタイヤ。あ、でもここは守り抜きました順位を。
怖い、サンドイッチだ。この間を縫っていく。そして300クラスのこのトップ争い、テヘペロとミニ四駆、一気に近づきました。その後ろからですね、8号車の ARTNSX。アグレッシブなこのアズーレ。おぉ。についていきます。あぶれ。さあ、その後ろもですね、デントに引っかかっている可能性。さあ、コバがピットインをしました。コバがピットインをしました。この差はちょっと辛いですよね。ミディアムです、ミディアム。同じような作戦をとってますね。さあ3番手4番手で1秒2の差。さあそれからハヤテミラーが捉えたか。これは捉えました。ミディアムタイヤの西を捉えました。しかし抜くまでには至りません。300クラス杉選手が今ピットインをしまして、52号車埼玉トヨペット。ミディアムタイヤへチェンジいたしました。おお、アウト側から行く。そこアウト側から行くのか。西と早手ミラー、おお、突っ込んでしまった。誰ですかね、今ね。ユータだと思いますが、今突っ込んでしまった。ガシャンという音が聞こえましたけど。さあ、テヘペロと、ミニ四駆のトップ争いですけども、ここはインナーから豪快にインカットしていく、この2台の GT500 クラスのマシーンですが、おお、縫っていくようにかわしていく17号車。横に並びかけていく、リアライズ。横に並びかけていく。そのうわー、これは当たりながらのサイドバイサイド。止まれるか。止まった。日本車同士の争いだ。止まった、今の止まったんだ。しかし並んでいる。サイドバイサイドのまま、サイドバイサイドのまま、ここはテーペロが守っていきます。そしてメモリアがピットインしました。それが雪見交番、こちらミディアムタイヤユーザーでした。メモリアはソフトからミディアムへチェンジ。雪見はこれソフトを履きます、ソフトを履きます。そうすると間違いなく交番もソフトタイヤ、ほぼほぼ満タンで出ていきます。さあ残りまだ20周もありますからね、このテンション持つのかというところですけども。さあ300クラスは244号車、56号車、こちらがですね大接戦、もう何回もやってますね。燃料の違いはどうなんでしょうか。ああちょっとですね、ちょっとだけですけども、ミニ四駆選手の方が上回っております。さあ3番手争いだ。近づいていく、どんどん近づいていく。スープラのスレッドスピード、 ARTA とデントセルもスープラ、スープラと NSX2020 シーズンから共通化、 FR に共通化されました NSX。 さあそれから5番手争い、景品とは構図ですが、当たっているか、当たる寸前。A コーナー有利なのは西、しかし大外刈りを決めていく。前に出たのは京浜 NSX の早手ミラー。さあそれから GT300 クラスはテヘペロとミニ四駆、こちら守りますね、まだ守ります。テヘペロがまだ守っていく。
もうユータ選手がですね、タイヤがもう結構使われてますよ。ちょっと苦しいんですか。ああ、まあ、ズレの方が燃料がですね、少ないので。おーっと、リアスライド。これはもう一回ストレートで畳みかけていくことができるんでしょうか。14号車が立ち上がり。コンマ3秒の差であれば、スリップスリムがかなり効きます。ストレートスピードはスープラの方が伸びている。アウト側にマシンを振っていく。ブレーキングチキンレース勝負。止まれるか、止まりきれないか。ギリギリ止まった。ワーコーズ立ち上がり重視で5番手返り咲いた14号車。また5番手奪還。しかし今、並びかける、 100R で並びかける。アウトから景品いけるのかどうか。いや、しかし大外刈りは厳しい。 100R、 トヨペタ 100R。 ちょっとアウトが、ほんの少し接触がありました。オーバーランしている。ワコーズクロスラインだ。 300R、 300R。 サイドバイサイドに持ち込みますが、ここは仕掛けることができない。それからユータ選手がドイン、これでミディアムタイヤにチェンジ。満タン入れたんですね、ユータ選手は。さあ、3番手争い、また並びかける MotoGP。 ここでスープラの圧倒的ストレートスピードを見せていく。ブレーキング勝負で、ここでゼントが前に出ていきました。お見事なオーバーテイク。しかし ART をまだ狙っています。こちらは、ちょっと止まりきれることができない。しかしここは守っていきます。ギリギリ守っていきます。テヘペロピットイン、ザードジピットインです。300クラス。燃料は56号車の方が持っているように見えます。何パーセント入れるかによりますが。さあ、先にピット、ピットで逆転したミニ四駆が前。おお、ちょっと待ってください。メモリアが来た、メモリアが。テヘペロの前に出られるかどうか。アンダーカット成功なるかどうか。コールドタイヤのテヘペロがメモリアに迫られている。でもここは守っていきました、メモリア。メモリアが守っていきます。失礼、テヘペロが守っていきます。2番手、2番手シュシュ。トップが入れ替わったミニ四駆56号車リアライズ GTR が前に出ます。ピットで大逆転。さあ、ユータ選手はそうすると結構後ろにいますよね。さあ、ここまでは何もクラッシュ等なくレースが順調に進んでいます。レースは中盤、折り返し地点を迎えました。もう折り返しですね。後半に入っていきます。何と言ってもね、150キロのスプリントですから。厳しいんですかね。タイヤがミディアムですし、そろそろ辛くなるというところでもありますが、後ろもバトルしてるんですよね。こちら3番手争い、8号車と38号車。こちらはいつもやってましたね。さっきまでずっとやってましたけど、このぐらい。
ただこれはスリップストリームにつくまではちょっと遠い距離。前にね、52号車杉選手の埼玉トヨタとグリーンブレイブスープラがいますが、これをどのようにかわしていけるでしょうか。おー危ない。これで一気に近づいた8号車ちょっとふらつきましたね。8号車ダンロップコーナーでは仕掛けられなそうです。コンマ3秒差、前との差は1秒9の差に縮まりました。先ほどよりかは近い距離ではあります。この2台ストレート、あ、ピットに向かっていく。燃料がもうありませんでした。さあ300クラスに目を向けてみると、あー、これ引き離しました。2番手3番手2秒5の差に開きました。それから300クラスの5番手争い、おーっと回っているカラソニックインプ、カラソニック DTR 回っていました。今村行きどうしたのか、リプレイ見れないんですいません。リプレイボタンがどうしても反応しない。レイブリックからしたらこれ邪魔ですね。邪魔です邪魔です。後ろからは迫られているにもかかわらず邪魔ですね。これはね、ホッピーとゲイナー間に入った、間に入った。どこで譲っていけるか、ゲイナーここで譲っていく。おー当たってしまったか。さあこれで前途が来ました、前途が来ました。前途が近づいてきた。1秒1の差、1秒切ってきましたね。1秒切ってくる。先ほどのロスが痛かった。300クラスはどうでしょう。雪見とコーバー、コーバー抜きましたね。ゲイナーは抜きました。雪見は6番手交代、25号車です。さあ2番手争いですけど、あ、今度は38号車が前のスバルに詰まってしまいましたが、ここは難なくアドバンコーナーで抜いていきました。結構今回はですね、セーフティーカーもなく今のところ順調なレース展開を見せています。パルスがピットインです。あ、モト GT もピットイン、同時ピット。さあこれでメディアも消化しました。パルス
38号車の元 GT が前か、あ、微妙だぞ。あ、レイブリックが前、レイブリックが前、その後ろに元 GT、 ホールドタイヤでどちらが速いのか、38か100か、それかハヤテミラー17号車もピットインです。6番手でコースに復帰しました。さあ500の3番手争い、コンマ8秒差まで縮まってきました。さあコバもですねピットインしました。これを見て同じ作戦を取っていきます。結構燃料入れます。さあ西もピットインです。14号車これダントツトップに躍り出ました。3号車、さあ西ミディアムタイヤから何に変えるのか。まあ間違いか、まあソフトだとは思うんですけど、どうでしょう、結構長めに入れますね燃料。さあアズールとピットかぶって、アズールが前だ、アズールが前。それかカールフリーかっていう、まあおそらくそうだと思うんですけどね。さあ300クラスいつの間にか近づいていました。そして並んでいたか、今244号車、それから56号車、このトップ争い。さあ1コーナーチキンレース、当たりながら当たりながらトップ争い。プに出るのは244号車。ここで逆転です。56号車交代。しかしまだミニ四駆も負けていません。まだくっついてますね。メモリアと交番が、ああさあユータとこちらは交番のバトル。さあそしてこちら杉と雪見もサイドバイサイド、 A コーナーでどちらが前に出るか。52号車がここで前に出るのか、25号車が前に出るのか。52号車まだ食らいつきますか。25号車がアウト側から粘っていく。レースは21周目、300クラスで21周目、雪見が前に出る。25号車、さあ GT500 クラスの2番手争い、レイブリック VS ゼントセルモ、こちらの争いはどうなるんでしょうか。
タカールなどの第2セクターはおそらくですね、ANA6J が早いかと思われますが、どうなるんでしょうか。コンマ6秒差ですよね。さあ、次がピットインです。これがおそらくラストピットかと思われます。さあ、ピットアウト、雪見の17秒後ろぐらいになりました。さあ、この差であればスリップストリームついて抜けるでしょう。100号車でもこれ300のスリップを使いましたね。ちょっとね、うわー、1コーナーちょっと入り乱れている。ここは100号車が前です。100号車まだ前押し手です。前頭西も前との差19秒、これはひっくり返すのは辛い。さあ、それが交番、これがラストピット、スタートしました。さあ、こちら2番手争い、 DD500 クラスの2番手争い、ちょっと離れましたね。1秒2の差です。ただこれ以上はピット入れないんですよね。これは辛い状況ですね。元気、これ以上飛ばしてしまうとタイヤが壊れてしまうので、さあ、テーペロがラストピット、まずこちらから動いていきました。あ、メモリアもピットインです。メモリアピットイン。さあ、テーペロがピットアウト。メモリアはどこでピットアウトしてくるのか。ゲイナーの前か後ろか。ゲイナーの前で戻れましたか。戻れました。ソフトタイヤにチェンジ、4号車。さあ、残りレースは7周となりました。2020オートバックスーパー GT スペシャルラウンド GT スポーツ富士 150km レース、レースは27周目を迎えて残り7周とレースはなっています。さあ、ピットへマシンを向けていくのは56号車も同じか。56号車もピットへマシンを向けていく。ここでピットインをしていく。ギアのタイヤで引っ張りました。ああ、これでテヘペロが前ですか。テヘペロが前ですね。コンマ9秒ほど前。さあ、そして61が入りました。あ、交番が前だ。交番が3番手。 GTR23
さあメモリアも果敢に攻めていく4号車。アウト目いっぱい使っていく。ここはテールというノーズ状態、少々大争いです。GTR vs AMG 4号車と11号車牽制し合いながらダンロップコーナーを過ぎていきます。さあこの前の争いを見ていきましょう。さあテヘペロとミニ四駆、こちらも近いコンマ3秒差。しかしちょっとだけ17号車のスリップを使、失礼しました、17号車のスリップを使ってアウトラーから来たリアライズ、一写真ギリギリ残しているのテヘペロ。うわー、当たっている、当たりながらのサイドバイサイド、ゴリゴリやり合いながら、いやーまだ前ですね、テヘペロが前です。あー、さあこちらもねーね、いけそうなんですけど、表彰台4号車速さはあるんですけど、交番のこの GTR のスレッドの速さがこの富士では特に現れています。さあその人がユータもですね61号車狙っているんですよね。こちらも3秒2の差でひっそりと追いついています。さあ500クラスは残り4周、コバがいいペースで飛ばしています。パルスが厳しいんですかね、どうでしょうか。これは圧倒的ですね、コバ16秒差をつけています。さあ300クラスのトップ争い、テヘペロとミニ四駆、インガファ、それはどうなんだ、ここで前に出る、あースピンアウトか、ハーフスピン状態になりました。あそこ乗りながらオーバーテイクしていきました。あれいいんですかね微妙ですけれども、さあミニ四駆とテヘペロバチバチのトップ争い、残り3周ほどになってまいりましたか。さあ2020年のチャンピオンがここでも花を咲かせることができるのか、それを阻止するのは鷹の子のゆか、今回大会のメインスポンサータイトルスポンサーを務めます、まあ富士の大会ではねタイトルスポンサーの鷹の子の湯、どうかストレート RCF 伸びていくストレート、いや GTR の方が伸びていく、サイドスリップ、もう一回突き直した、イン側に振っていく、いやアウト側か、あーっと100号車回っていました、パルス、これで元 GT が2番手、表彰台の
高さが1個下がりました。パルス逆に元 GT からしたら表彰台の高さが1個上がりました。さあ GT300 危ない、やーっとクラッシュ。12号車ファイアステーションに激突してしまいました。さあ300クラスのトップ争い、残り3周ですね。500クラスもね、さあ残り2周になりますね。次の周、あー DR スープラでインガーついてくるか。パナソニックコーナーでインガーついてくる。ゴリ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 回さないのが素晴らしい。おっと誰か1台コースアウトし、あー12号車コースアウト。さあ244号車アウト側から来たぞ。ゴリゴリしている。タイヤとタイヤ、ホイールというホイール、一車車なんとここで2台が当たりながら1コーナーに入っていく。 TGR コーナー出口はどうか。伸びは GTR、 インはテヘペロ、テヘペロが前だ。ミニ四駆とのサイドバイサイドをこの週は制したのか。いやまだわからない。 100R でどうか。まだ抑える244号車。56号車が勝つのか、それとも244号車か、それとも他の車なのか。しかしこの車とこの車、244号車56号車の今は一騎打ちになっています。さあ56号車244号車、ここでどうか。最後のストレートになるでしょうか。後ろからはトップが来ているので、これがファイナルラップになるのか。わかんないですね、微妙ですね。さあサイドバイサイドになった。サイドバイサイド1コーナーへ向けてスリップストリームを使っていく56号車。ここで、ま、前に出る。しかし244も負けていない。ブレーキング勝負、どっちが前に出る、どっちが前に出る。ブレーキングが56、立ち上がり勝負。あーっとーハーフスピン回しているか。244号車が当てながら前に出る。ダブル TCC かよっていうぐらい当てていきます。さあファイナルラップに入っていく。3番手争い、表彰台の一角は11号車か4号車。しかしこの争い1秒8の差に離れている。そして GT500 もやや開けた等間隔の争いになっている。この5番手争いはまだ分かりませんが、さあトップ争いはもう一周あるのか。これは小馬選手が抜かなければもう一周エキストララップ。小馬選手が抜けば当たってしまった。ファイナルラップ、ファイナルラップ13コーナー、13コーナーでまだわからない。13コーナーまだわかりません。タイヤのグリップを失った244号車、どうだ。ファイナルラップ最終コーナー、インガーを仕掛けていくのは56はインガーから刺していく。いやここはいけないか。さあまずは500のトップ、500のトップペースを抑えた。お、これは、まさか前に行かせるのか、スリップを使わせているのか。さあクラフト GTR が GT500 クラス優勝、 GT500 優勝。それから300クラスは、300クラスは 0.04 秒差でテヘペロがトップチェッカー。2番手に56号車。さあそれから前と2番手500クラス、うっす、あれ、あ、3番手失礼いたしました。3番手にアレイウリック、こちらパルスが3番手、西が4番手。2番手スタートながらもちょっと
決勝では好調維持できず4番手チェッカー。あー、おっと、これは、あー、逆、え、あ、事故ったのか。あー、フロントバンパー損傷。それか7番手フィニッシュはカラソニック。そして、GT300 クラス、表彰台は交番。3番手交番です。そして、メモリアが4番手。5番手にユータ、6番手にユキミ、そしてグリーンブレイブは7番手チェッカー。そして6番手チェッカー、DT5 クラス、ARTNSX。以上、この14名がチェッカーフラッグを受けました。さあ、優勝 DT5 クラスは、コバ選手が優勝、クラフト GTR。300クラスは最後の激闘を制したテヘペロ選手が優勝です。おめでとうございます。ということで今回の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。